30年の歴史を持つあの国民的5歳児がまさかの 3DCG 化。死んじゃう。制作期間7年、この夏しんちゃんがエスパーになって手巻き寿司を飛ばして世界をお助け。全てが新次元、何もかもが超スペクタクルなしんちゃんが誕生。この番組はしんちゃんの声優小林由美子とゲスト声優の松坂桃李、空気階段が映画の魅力を語り尽くす。しんちゃんの映画ってやっぱ泣いちゃうんですよね。しんちゃん愛がすごい。いやいやいや、さらに超能力体験も。来た。なんで。新次元クレヨンしんちゃんザ・ムービー公開記念、あれこれ語る寿司。ある日、白い光を浴びたしんのすけ。これはすんごいことになるぞ。なんと不思議な力が使えるように。そんなしんのすけの前に現れたのは。一家の団らん中、失礼します。私、国際エスパー調整委員会埼玉支部の深谷ネギ子と申します。私は委員会の顧問であり超能力学者の池袋です。国際エスパー調整委員会を名乗る池袋とネギ子から衝撃の事実が語られた。それは今から40年前に遡るヨーロッパの遺跡で一つの古文書が発見された。その予言とは、20と23が並ぶ年に天から2つの光が降るであろう。一つは暗黒の光、もう一つは小さな白い光。やがて暗黒の光は強大な力を持ち、その光に当たった者は人間の悪の面を強く表す超能力者になり、平和をごっつみ出し世界にめっちゃ混乱を招くことになるんやで。暗黒の光は東京の新橋駅付近に降りました。もう一つの白い光が降ったのがこの家、そしてその光に当たり正義のエスパーになったのがこの子なんです。そんなわけないでしょう。お寿司のメリーゴーランドだぞ。うまうま。今のが超能力。一方、社会に対し鬱屈した思いを抱えていたヒリアは黒い光を浴びて世界への復讐を誓う。この力でもっと復讐してやる。そして君の力が必要なのだよ。ヒリアの力に目をつけたムスットラダマス2世がその力で世界征服を目論む。虐げられ続けた者たちよ、立ち上がれ。悪のエスパーが目覚めたようだ。どうにかする方法はないの。しんのすけくんが覚醒した。お前に何がわかる。俺の仲間よ。いじめるな。果たしてしんのすけは世界を救うことができるのか。剥がすんじゃない。しんのすけ、ひまわり。お腹いっぱい召し上がれ。全てが新次元な超能力大決戦が幕を開ける。最初のゲストは松坂桃李さんです。よろしくお願いします。お願いします。お願いいたします。松坂さんが演じたのは暗黒の光を浴び悪の超能力者となる男ヒリア。しんちゃんの映画に参加した感想を伺うと。仕返しをしてやる。子供の頃から見てるその作品の中に飛び込むっていうのがなんかこんなにも緊張するもんだっていうのをまざまざとこう体感したといいますか、やっぱ最初はちょっと声震えましたね、緊張で。でももうしんちゃんの声を聞くとなんか安心するというか、てる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 すごいこうしんちゃんが僕の緊張をほぐしてくれた感じはありました。今作は構想を含め制作期間7年を費やした映画。シリーズ初の 3DCG のしんちゃんと聞いた時の感想は。しんちゃんの映画って映画になるとやっぱもう異様に泣けるというか、しんのすけのお友達のメンバーだったりとか
まあ、野原一家がものすごいこう家族の絆でこう支え合ったりとか、なんかすごいこう泣ける要素っていうのがいっぱいあるんですけど、今回のこの新次元の映画は全部込められてる感じっていうのが、でその上でさらに 3D っていうのも本当にすごいことになってますね。なんかこう 2D での あのしんちゃんのほっぺとかお尻とかっていうそのプリンプリン感とかっていうのをどうなるんだろうと予想が全然つかなかったんですけど、実際見たらプリップリのお尻とプリップリのほっぺがさらにこう CG で表現されていて、毎回毎回言うんですけど、今回も映画館で見ていただきたいっていう。そうですね。しんちゃんが大好きだという松坂さん、そこで好きな劇場版作品を聞いてみると、映画で初めて泣いたのがしんちゃんの映画だったんですよ。出てきたのり出てきたよ。それがあの歌うケツだけ爆弾。しんちゃんが白を追いかけるところがもう僕の中でも涙腺を崩壊させたという感じだったんですよ。他にも、もう好きなシリーズいっぱいあって、まあ、ちょっと最近で言うとあのロボ父ちゃんとか。そうなんですよ。だからもうしんちゃんの映画ってやっぱ泣いちゃうんですよね。もう名作が多い。もうしんちゃん愛がすごい。なんか今しんちゃんめっちゃすごかったよね。今もうなんかめっちゃ好きなんだなっていう思いが伝わってきて嬉しかったです。いらっしゃいいらっしゃい、好きなものを好きなだけ巻いてちょうだい。今作は手巻き寿司がテーマになっていますが、手巻き寿司の思い出は、ちょっとしたお祝い事だったりとかで、あのこう家族、うちの父とかがこうネタをこう買ってきて、みんなでこう巻いて食べたりとかしてましたね。いいですね。そんなしんちゃん今5歳なんですけれども、5歳の頃の松坂さんってどんなお子さんでしたか？5歳の頃だいたいこんな感じ。そうですね。でもお尻は出してなかったと思うんですよね。さすがに、さすがにお尻出してブリブリはしてなかったんですけど、アクション仮面じゃないですけど、それこそヒーローものの、あの特撮とかをよく見たりとかして、あのヒーローごっことかはやってました。最初ちょっと前にありますので、はい、はい、作って食べてみましょうか。これご飯入れすぎると負けなくなるんですよね。バランスが難しいですよね。ですよね。欲張ってマグロ。坂さんはキュウリですね。キュウリいきました。あ、色鮮やか。いただきまーす。うん。おいしい。うん。おいしい。食べていいよ。どう？おいしい。やったぜ。アフレコで苦労したことを伺うと、悪役ってやったことなくて、もう一回見せてやろうか。悪い感じのこの空気をまといながら、周りの人にこの超能力をこう使っていく、声を出すっていう感じっていうのはすごく、なんていうんですかね、新鮮で楽しかったんですよね。監督からも、あのそういったところのシーンはもっとなんかこう悪く楽しくやってくださいみたいな。感動するポイントの一つがやはり家族との絆。そこで野原家について聞いてみると、家族愛というか、この家族の絆っていうんですかね、ものすごい強いじゃないですか。しんちゃんを守るために、そのヒロシだったりミサエとかがこう体張るだけじゃなくて、しんちゃんもその家族を守るために体張ったりとか、なんかこうみんながみんな家族のために全力を尽くす感じっていうのが、なんかこう見ていてすごく羨ましいなって毎回思います。監督はモテキやバクマンをはじめ、映画やドラマで数多くの話題作を手掛けてきた大目仁。アニメーション監督は今作が初挑戦。大河ドラマで仕事をしたことのある松坂さんに、実写とアニメでの演出の違いを聞いてみると、普通の実写の時だと、まあ、動きとかも含めてなんですけど、よりなんかこう声のニュアンスに抽出した感じといいますか、もうちょっとそこはこう声を少し高めでとか、弱々しくとか、違うパターンもじゃあ
何本かちょっとこれでくださいとかっていうのは、うん、なんかあまりこう大河とかではないあの演出方法だったので、それは、うん、貴重でしたね。小林さんは今までのアニメーション監督との何か違いなどはありましたか？うん、新しいしんちゃんっていう部分だと思うんですけれども、うん、しんのすけっていう器をちょっとこぼれたところを見てみたいっていうところでやりきってほしいっていう、しんのすけだからこういう感じっていうのをもう一歩先に行って、その動いた気持ちを思い切りやりきってほしいっていうお話をいただいたので、そういうところはやっぱり今までとはちょっと違うかなっていうところはあったんですけど、はい。今回全てが新次元の 3DCG しんちゃん、ゲスト声優には松坂桃李、空気階段が参加、何もかもが超スペクタクルなしんちゃんが誕生。続いてのゲストは空気階段のお二人です。お願いします。もぐらさんが演じたのは超能力が悪用されないように監視する国際エスパー調整委員会の池袋教授。かたまりさんが演じたのは悪の超能力集団を結成し世界征服を目論むヌスットラダマス2世。声優のオファーが来た時の心境について伺うと、これはとんでもない嘘の仕事が来たなと思いました。撮影だと思って行ったらボコボコにされるとか。いくらドッキリでもそんな乱雑なのはない。ボコボコにされるとかなのかなとか思ってたんですけど、台本もいただいた時にはこれはもう本当だなとなりまして。水川さんはいかがでしたか？マネージャーが管理してるスケジュールがあるんですけど、そこにクレヨンしんちゃんカッコ仮みたいなのが入ってて、これはドッキリだと思ってで、後日そのマネージャーに会った時に大根監督からのなんかオファーのメールみたいなのを見せてもらって、はこれは本当のしんちゃんだっていうのをそこで確信しましたね。初めて挑戦したって伺って、はい、嘘でしょって思いました。なんかめちゃくちゃうまいんですよ。ゲストさんだって言われなければ、あのベテランの声優さん来たのかなっていうぐらい本当うまい。びっくりしちゃいましたよ本当に。褒めすぎですよね。いやー、じゃあ言い過ぎということで。今回の映画でも父ひろしの靴下が大活躍。臭いと言われる靴下がどれくらい臭いのか気になりますよね。さあそこで番組でオフィシャルなヒロシの靴下を準備しました。何ですか、オフィシャルなヒロシ。どこが認定するんですか？あちらに行って、いやうわ、なかなか本当にすごいです。うわちょっとやだな、もうこの時点で来てるな。ちょっと嫌な感じはありますよね。ではお願いします。いきますよ。いきます。せーの。あ、危ない。危ない。危ない。これ。あ、やばい、やばい。ここに来てるよ。なんだ、なんだこれ。ちょっとやばい。やばいですこれ。いやー。うちらの方が。本物これ。これは強烈ですね。なんかもうより一層映画を楽しめるかもしれない。よく。あの野原家は一緒に生活できてますよ。そして何といっても超能力がテーマの本作。今回いろんな超能力を持つキラさんが皆さんに超能力を披露。さあ片丸さん、はい、映画の中で印象的だった超能力一つ挙げてみてください。はい、あやっぱりあのしんちゃんがお尻振ってお寿司手巻き寿司浮かすあれ。その超能力がこちら、粘動力。お寿司のメリーゴーランドだぞ。キラさんできますか？はい、もちろんですよ。使うのはこちらのグラスとフォークです。はい、はいはい、仕掛けはもちろんありません。ちょっと見ていただいてね、触っていただいて仕掛けはない、はい、普通のフォークですね、はい、でここをよく見るとですね、ステンレスって書いてあるの見えます？あ、ステンレスって書いてます。ということは磁石はくっつかないです。はいはいはい、はいはい、磁石を使ったりして動かさないよということです、はいはいはい、これグラスにももちろん仕掛けないです。いいグラスですね。いいグラスですよ、はいはい、ここに伏せて置いていただけます？伏せて、はい、伏せて置いたら、うん、この上にフォークをうつ伏せで置いてください。う
うつ伏せ、はい、こうですか。ああそんな感じですね。はい、はい、いいです。でこれを手などを触れないで時計の針のようにくるっと回すことができたら、これこそ念動力じゃないですか。まあそうですね、はい、触れなければ触れなければ、はい、行きましょうか。行きますよ。手にはもちろん何もないです。はい、はい、はい、行きますよ。手とフォークの間には何もないです。手入れても構いません。なんで、はい、手入れていいですか。いいですよ。えもちろん何もないです。なんで、じゃあ止めますよ、はい、グーって引っ張ると、すごい。もちろん何もないですね。すごい、はい、すごい。なんでこれね、あの何面でもできます。すごい。これが調節技巧ですね、はい、すごい。これだけでもちょっとすごすぎるんですが、続いて小倉さん、はい、もう一つ何か印象的だった超能力ありましたら教えてください。やっぱり僕が印象的だったのは、あの、はい、お姉さんの胸にね、はい、飛び込んでいく あのテレポートですよね、うん、瞬間移動。その超能力がこちら。キラさん、それは体験してもらいましょう。はい、こちらですね、はい、コインを使います。これアメリカの50セント硬貨というものですね、はいはい、もちろんこれ仕掛けはないです。ちょっとよかったら触って、はい、何も仕掛けがないよというのを確認していただきたいんですよ、はい、あの例えば磁石でくっつくとか折れ曲がるとか、はいね、そういうこともないよという。パクっちゃダメだよ。もちろん仕掛けないです。偽物ではないですね、これは、はい。じゃあこれを使うことで、はい、その瞬間移動をね、はい、体験してもらいましょう、はい、4枚が何も持ってません、ね、はい、1、2、3、4ですね。他には何も持ってませんし、はい、まあ、袖もまくってますからね、はい、映らないよということですね、はい、じゃあ行きましょうか。1、2、3、4枚、じゃあ体験しましょう。手を出していただいて、はい、僕と握手しますけど大丈夫ですか、はいはい、4枚とも僕の左手に 1、2、3、4つ、はい、間違いなく、はいはい、空の手同士握手、握手、そうですね、はいはい、じゃあ左手が握手しやすいかと思います、はいはい、こうやると、はい、もうコイン渡せないですね、はい、もぐらさんには渡せない、はい、それでももし1枚飛んできたら、大きな声で来たと言ってください。はい、わかりました。いますよ。来た。来ましたね。来た。来ました。開けてみましょうか。ということは残りが反対側は、開けてみましょう。そう、1、うーわ、間違いないですね。なんで、なんでこれ、もう一回瞬間移動だ。もう一回見ます。いいですか。もう一回、はい、じゃあちなみに今コインが消える瞬間見えなかったので、はい、あのカバーされてたので、はい、消えるとこ見といてください。はい、3枚以外何も持ってませんね、はい、裏側に隠してるとかないですね、はいはい、1、2、3枚ですね、はい、でこちらは1枚ですね。ちょっと見えやすいね、確認しましょうか、はいはいはい、で握手しましょう、はい、手握っていただきます、はい、これ投げ入れるのは無理ですよね。無理です、はい、消えるとこ見逃さないように。いきますよ。まだありますね。せーの。来た。なんで、これが瞬間移動ですね。すごい、素晴らしい。キラさんは予知能力も身につけていらっしゃるんですよね。予知能力、予知、はい、そうなんですよ。実は予知能力もじゃあちょっと最後に発揮してみたいなと思います。それは寿司ネタが書かれた9枚のカードの中から指示書に従って自由にコインを移動させ、空気階段が食べる寿司ネタを予知するというもの。動き方は自由です、これから何度か動いていただきますが、例えば、まあ、お好きなイクラから、はい、例えば3つ動くとしましょう、はい、そしたら 1、2、3 とかね、ええ、ただ斜めには動けないです。縦横、縦横に動けますね、はい、でも行ったり来たりでも構いませんし、好きなように自由に動いていただくと、はいはい、
スタート地点、はい、これがね結構大事なことになりますので、はいはい、どこでもいいです。好きなところを選んでください。じゃあ私はこの中で唯一食べられないものがあるんで。何ですか？ウニです。なるほど、はい、ここでいいですか、じゃあウニから開始ということで、はい、ではいきますよ。まず第一の指示からいきましょう。好きな方向に7つ進んでください。では自分でもう自由に7ついきますよ、はい、じゃあ1、2、3、4、5、6、7。はい、いきましたね、はい、では次の指示を見てみましょう。せーの、ほい。今あなたは大トロとイカにはいないはずなので、これを取り除いてください。大トロとイカにはいないですね。いなかったです。取り除きました、はい、さあでは次はね、かたまりさんやりましょう。あ、はい、ね、はい、次の指示ですよ。ほい。またさらに5回移動してください。じゃあ行きましょう。5回好きなように。はい、1、2、3、4、5。はい、はい、いましたね。じゃあいきますよ、めくりますよ。おい。あなたはイクラとエビにもいないので取り除いてください。本当だ、イクラとエビいない、さあもちろんね、ないとこには移動できませんからね、じゃあもう一度行ってみましょうか。もう一回、はい、はい、次の指示を、せーの、ほい。さらにコインは3回動かしてください。3回。1、2、3。うん、いいですよ、はい、自由にね、自分で選んで動いてますからね、はい、はい、はいはい、さあ、ほい。あなたはサーモンとウニにもいないので取り除いてください、サーモンとウニにもいないですね、ないですね。さあ合ってますよ、では行きますよ、はい。さらに3回動いてちょんまげ、いきます。1、2、はい、すると最終指示、選ばれていない2枚を取り除いたら、最後に選ばれたネタを食べてください。というわけでわさび、いやいやいや、はい、わさび寿司を食べていただきます。いや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 、そしてこちら、こちらは、はい、はい、全てもう分かっておったんです。裏を見ると、はい、完璧に予知されておりました。わさび寿司をお召し上がりください。めちゃくちゃわさび入ってるじゃん。いやだって私がウニを食えないなんてことは知らなかったはずですよ。食べてください。あ、そうですか。どうぞ。うわ、いただきます。いただきます。お願いします。あおやった。五感をだいぶ刺激されてますね。本当にその声優さんをやった後にこういうことになるとそれは思ってませんでした。そうです。というわけでですね、まあちょっと辛い思いをしていただきましたが、改めて今回の本題を、裏にはわさびが予言されてましたよね、はい、しかし今の合図で柄が変わって、あれ、そう、嘘、いやいや、そうですね、はい、今回の映画クレヨンしんちゃんザムービーの方を皆さん楽しんでいただきたいと思います、というわけで以上となります。どうもありがとうございました、本当にこんなしんちゃん見たことないっていうしんちゃんがいっぱい詰まっております。結構大人の方にもぐさっと刺さるような内容だったりもしますし、すごくお子様にも楽しめる、もうジェットコースターの展開もあったりとかします。皆さんぜひぜひ劇場でお待ちしております。しんちゃんの映画史上もう本当にナンバーワンと言っていいぐらい名作が
爆誕しているんじゃないかと思っております。ぜひお楽しみください。映画館で